こんにちは。はい、今回、今に生かすシリーズから NEC ノートパソコン、はい、PC-VJ14EFWL7 の SRK ですね。はい、こちら。はい、今回こちらですけど非常に大変です。まず体の中に溜まっている静電気等ありましたら静電気を除去しておいていただいて始めましょう。はい、そしたらですね、まずメモリーとハードディスク、メモリーですねについてはもうこちらのビスを取っていただいて全然問題ないです。こんな感じですね。まあ、その前に、バッテリーを外しておいてください。はい、こんな感じで、ハードディスクメモリーは最初に言っておきますと、まあこちらで、こちら裏側で交差す感じになりますね。まあ通常通りグッと押し込んでですから、戻すときもクッと外していただいて、こんな感じで、これはもうそんなに問題ないし、ハードディスクがちょっとこうインターフェース、この部分が少し独立してグラグラする感じですから、もともとはこういう感じで入っています。こういう感じですね。ですからまあ、ここを外す、この蓋を外した段階でこのビスが外れますから、クッと上げていただいて、ゆっくり、私ここも少しこういうものでクッとやる感じで外す感じです。で、あとまあこちらのビスを外していただいて交換ということになります。まあ、これはそんなにもう見てわざわざ動画でっていうほどでもないレベルの感じです。ただあと光学ドライブもしくは CPU、 あとマザーボードなんかの部分については非常にちょっと厄介です。まあ、まずこのキーボード交換とかお掃除とかいう場合ですけど、これはですね、こちら側の爪が非常に硬い感じですから、この辺から上げていただいて、こちらから上げていただく感じですね。で、クッと持ち上げていただいて前へずらす、こんな操作でこの辺の爪が曲がったりすることがなく取れると思います。で、これを取っていただいて、であとこのケーブルですけど、フラット型のケーブル、これは後ろが非常にこう二重構造で分厚くなってますから、グッと差し込む感じです。ここに、グッと入れる。で、抜くときも上手にこちらの下のところの分厚いところをちょっと持っていただいて、ゆっくり抜いていただいて、あまり一気にやったりするとずれますから、こちらにコーティングなんかが取れると、ちょっとキーボードの感覚がずれてきておかしくなると思います。また異常音がずっと鳴り続けるとかね、そういうことが起こる原因としてやっぱホコリとか、こちらの、いわゆるセンサー部分の不具合なんか考えられると思います。で、あとですね、ここから光学ドライブに入るんですけど、これもですね、ちょっと一般のものより薄型を使ってるというふうに考えていただくと、こちらですね、通常はこれぐらいのピンで入ると入らないんですね。ですからできたら絶縁効果のあるような導線のようなもので、こうちょっと探っていただく感じで、こんな感じですね。で、こう抜けるんですけど、ここから先が通常ですとここでこの辺のビスを外すことによって取れるんですけど、これの場合はここでまた
接続部分がなんかちょっとあると思われます。ですから抜いても全然きません。でこれが外れるかというと、これもまた外れないんですね。したがってここから外すことにはなるんですけど、これがですね、まあ通常ですと割とこう、まあ硬いのもあるんですよ。しかしまあ通常ですとここからこういくって、ここも外れないことはないんですけどね、非常に硬いので、ここから中をちょっと見てもらいますとね、こう上下に配線等来てる可能性が十分ありますね。ここまで来ますよね。でもここが非常に硬いんですね。ここから上げてもまたこの辺で固定されてる部分もあるようで、したがって、覚悟してやるのであればもう完全に、超つがいまで外していただいて取らざるを得ないということはですね、かなりこうリスクあります。相当なリスクで やっていただくしかないので、基本的にはもうこれ以上はあまり進まない方がいいかなっていうのが結論的ですね。というのは後々ばらしても元に戻すのがかなり厄介な話になるんですね。でも光学ドライブがねちょっと外れないのは少し困ったかなって感じはしますけど、だから今回、このシリーズについてはまああまり深くバラバラにするところまでは少しやりづらいというか、まあ、無理をしない方がいいっていうところで、まあ、結論から言いますと私もここまでで作業的にはもう無理をしないことにします。今回は、まあ、そういうことで今回まあちょっと中途半端な状態なんですけど、まあ、かなり厄介だということで、おすすめするという点はまあ簡単なところでこの辺ぐらいまでのレベルで止めておかれる方がおすすめかなって感じで、ここまでにしておきます。はい、すいません、ありがとうございます。